本当に市民の声をちゃんと聞いてないなと思うんですけど、はい、そういうことがこの参考資料の書き方とかにもね、はい、なんか現れてますよね、本当に市民が学校に対する思いっていうものをきちっと受け止めて、はい、総合教育会議に出そうって思うなら、はいはい、ああいう書き方にはならないと思うんですね。そうですね。それと発言者の意図が伝わってるかどうかを確認作業するっていうのは当然だと思います。ところが発言者の方にはそういった確認は一切していないと。で、自分たちの受けた印象だけで資料を作って、あるいは意図的な資料を作って、それで教育委員の方を導いてしまったというふうに言えると思います。生野中学校区については小学校4つを1つにして、はいはい、今の西生野小学校の校舎を建て増しして、はい、3つの小学校をそこにまとめると、はいはい、でなお生野中学校と義務教育校っていう1年から9年までの、はいはい、未来学園っていう形にするってことですよね、はい、で私その学校の配置を見たんですけど、はいはい、斜里寺小学校の一番校区が東の方に住んでる子どもが西生野小の新しい校舎に行くまでにものすごく時間かかる、ね、そうですね、下手したら40分ぐらいかかると思います。そうですね。で途中なんかね、歩道橋とかも渡らなきゃいけないし、はい、まあ、結構雨の日とか相当しんどいだろうなとか。そうですね。イマートシーという大きな道路を渡って、疎開道路でまた大きな道路を渡らなければいけませんし、で消防署の前には信号がないということもあって、かなり遠回りをする子どもたちもいると思います。そのわざわざ一番端っこの西生野小に小学校を統合するっていう判断は、はい、その義務教育学校というものとしてオープンするんだっていう考え方とやっぱり連動してるんでしょうか。そうですね。今回の再編の案は全て小中一貫校を基本として中学校に近い小学校を残すという案になっております。だからその中で小中一貫校のメリットで何やねんって言われた時にあまり答えれないんですよね。そうですね。それはかなり地元の方々も、はい、その義務教育校であったり、はい、小中一貫校の違いだったり、はい、どういう教育的メリットがあるのかって、はい、だいぶ聞いても、はい、全然ピンシャンした答えがなくて、はい、本当にそういう教育方針というものをその信用して学校廃校してもいいのかなってだいぶ悩まれてますよね、はい、そうですよね。例えばある小学校の方々が集まられて、これは区役所の前担任の課長と話をしたんですけども、その時に義務学校の意義って何やねんと、例えば小学校の人数多い方がメリットがある意味は何やねんという宿題をいっぱい与えたんですけども、その課長は体調不良になられまして、新しい課長に変わったんですけども、それが引き継ぎができてないということで答えが一切返ってこないという、そんなひどい状況でもあります。勝山中学と鶴橋中学の統合が行われて、で平成31年4月から新しい桃谷中学っていうものになったそうなんですね。でその連合町会長さんは賛成はしたんだけど、やっぱりその2つの中学を1つに統合してね、どういう教育効果が上がったのかとか、もしくは新しいこういう問題が発生しましたとか、やっぱり検証してね、それを教えてほしいっていうことを区役所に言った上で統廃合には賛成したそうなんですが、その後どうなってんですかって聞いても、そんな約束してませんとかで、その中学校の統廃合に関しての その検証っていうものを地元に教えてもらえないと、でそんな状況で今度は小学校を大規模に統廃合しますってなった時に不信感がすごく生まれてるなと思います。特に桃台中学校ができる時のいきさつもひどいことがありまして、例えば鶴橋中学校の代表の方と勝山中学校の代表の方が集まられて議論をするわけなんですけども、この会合の中で教育会の中で新しい中学校の名前を先決めないと、で名前が一番揉めるんですと、とりあえず先名前決めさせてくださいというふうな話をされたんですね。でそれで桃台中学校という名前で合意をしたんです。ところがその後合意が取れたのでって言われたんです。
どうやって合意取ったんですかっていう、いや学校の名前決まったことがそれを合意としますと、非常にひどいやり方をしてきたんですね。小学校の場合は跡地については防災拠点として残すという、まあ、お題目をドーンと構えてたんです最初に。ただだんだんと皆さんも疑問に思ってきて、どうやって残すんですかと、地域で使うんですか、どっかが入るんですかと質問してきた時に、だんだんと地域で使う場合はお金が必要ですとか、少しずつ条件を変えてきているんですね。それと先日の本会議で維新の会の佐々木さんが、まあ、あの残る学校の跡地についても非常に話が進んでいるという話をされておりましたが、実際進んでない地域がほとんどなんですね。でそれも、まあ、民間企業に丸投げをして、それも具体的な案が一切出てきていないという状況の中で、なんであんな討論になったのか不思議で仕方がありません。おそらく教育委員会から言われた、区役所から言われたことをそれをもう丸呑みして述べられたんじゃないかなと思っております。区政だよりに、あのどんどん大規模な学校再編が載ったのって、はい、多分2016年の2月とか3月ぐらいなんですが、はいはい、案を出すにあたって、はい、地元の人の、ね、意見を聞いたのかなと思うんですが、はい、ただ単に連聴会で説明しただけです。もうあくまで決定事項にしたいという、それが見え見えだと思います。総合教育会議で条例化が決まった時も、はいはい、松井市長はその非常に悪い教育環境にね置かれている子どもたちはかわいそうだから、うん、急いで統廃合を進めないといけないっていうような意見を多分言ったと思うんですけども、はい、その地元であの小規模小な小学校を見ていて、はい、子どもたちかわいそうだなっていうようなことを感じられますでしょうか。それは感じないですね。例えば ある小学校なんかは、まあ、大阪市域内でも1位を争う学力を誇っている学校があります。それも少人数ならではの教育の充実であったり、顔が見える教育ができている、その証拠ではないかと思います。それからある時こういう話があったんです。区政会議の中で教育委員会のある部長がですね、少人数学校は大変問題があると、運動会見に行ったら競技をすること、次の準備をする校で応援団が一人もおれへんっていう、そういうことを言ったんですね。そんな状態やったら統廃をしなあかんなって話になったんです。その後私の方で各学校の校長に電話をして、そんな状況あるんですかって聞いたら一切なかったんですね。で後ほどその部長を問い詰めて、イグノブではそんな学校ないと聞いてるやないかって話をしたら、いやあれはイグノブの学校じゃありませんって、あ別イグノブの区政会議でそんな嘘を言うんです。だからデメリットはもうできるだけ話を大きく、学校再編のメリットというのが何かというのはもう一生懸命言うんですけどね。で例えばこういう成果が上がりましたねというような追跡調査なんか別にされてないんですよね、はい、されてないですよね。ただにぎやかになったというだけですよね。で逆に統廃合した途端に地元で見えない子どもの数増えて過密校になってしまったとか、はい、そういう問題の方が逆に出てきてますよね。まあ、コロナの過密とはまた話は別かもしれませんけれども、ただ増えればいいというものではないというのは明らかですよね。